こんばんは、こんにちはかもしれないけど、中年オタキです。今日はね、ちょっとね、こんなカメラ仕入れました。これね、壊れてるんですけど、これね、レンジファインダーカメラっていう類のものなんですね。フィルムカメラなんですけど、キャノネット QL17 っていうモデルです。これね、このレンズで、このレンズから入ってきた映像を、ここに取り込んで、でフィルムに投射するというシステムのカメラなんですけど、この写真を、今から写真を撮る映像はここで見るんですね。ここで見た映像をの情報を元にシャッターを切った時、こっちから入ってきた映像でフィルムを撮るという、レンズが2つあるわけなんですね、これね。一眼レフカメラと言われるものは、このレンズから入ってきた映像を直接見て写真を撮るんですけども、これはここから入ってきた映像を見て写真を撮るわけです。これは昔のカメラなんですけど、これ実はね、私の父が使ってたカメラです。もう壊れちゃってるんですけど、なんていうんですか、アンティークカメラの類ですね。もう飾りにしかできないですけどね。で、私が今何を言いたいのかっていうと、今ミラーレス一眼っていうのがすごい流行ってきてます。ミラーレス一眼っていうのは、要はミラーがない一眼簡単に言うとそうなんですけど、ミラーレス一眼のいいところはね、今からね、その写真を撮る、つまり昔で言うとフィルム面に当たる部分、センサーに入ってきた映像をその場で見ることができるわけなんですね。これは確かにね、究極の形だと思います。そのまさにそのフィルムに 入る映像をその場で見ているわけなんですね。ただね、どんなにコンピューターの処理速度が上がってきても、センサーに入ってきた映像をコンピューターが処理して、でファインダー内の液晶モニターに、投影するのにはかなりのタイムラグが発生すると思うんですよ。コンパクトデジタルカメラなんかだったらもう1秒ぐらい遅れますよね。話にならないです。だいたいね、シャッターチャンスだと思ってホイッて押した時には1秒後の写真が撮れてしまうという、もうシャッターチャンスなんかはるかに通り越えてる写真が撮れちゃうんですね。僕がコンパクトデジタルカメラを絶対に買わないのはこの辺なんですけど、いくら進化してもタイムラグは発生すると思うんです。実際にはね、一眼レフカメラもね、ミラーアップをするタイムラグが発生するわけなんですけども、それはもう1000分の1秒以下っていうぐらいのものすごい速度にまで反応速度が上がってきてます。一眼レフカメラはね、伊達にね、長い間作られてるわけじゃないです。で、ミラーレス一眼は今始まったばかりで、でそのセンサーが捉えた映像をファインダーに投射するってこともあって、バッテリーの消耗とかも激しいはずです。僕がその何が言いたいかっつうと、最近ソニーさんがハイエンドの一眼レフ、ミラーレス一眼レフ、キャノンとかはニコンもね、ミラーレス一眼レフカメラが人気になってきてるんで、どんどん発売してきてるわけなんですけども、使用するそのレンズに制約があったりとか、その撮影するタイムラグにシャッターチャンスを逃す可能性があるということを考えると、従来のミラーがついた一眼レフには絶対にかなわないと思っています。センサー自体はね、言ったら同じものです。フルサイズセンサー 35mm フィルム 35×24 の、センサーと同じものですから、ミラーがあるカメラの方がまさにオンタイム、その1兆分の1秒もずれていない映像を見ているわけなんですね。で、その液晶モニターであるからには、ミラーレス一眼の場合は絶対に画像が劣化しています。そういうことを考えれば、やはりね、ミラーがついた従来の一眼レフカメラの方がいいと私は考えます。古い考えとか
言ってる人もたくさんいますけど、まあその人は別にね、その強制はしませんけど、実際にプロカメラマン、特にねスポーツ系のプロカメラマンはそのミラーレス一眼は選ばないと思いますね。そのオンタイムを見るっていう重要さをよく知ってますから、私ねそのいろんな写真撮ってますけど、実はもともとねその私がモータースポーツバイクのレース、まあ、あの A 級ライセンス持ってるんですけど、バイクのレースをしていることもあって、そのバイクのレースとか、まあまあ車のレースもね F1 とかも撮りましたけど、結構ねモータースポーツの写真をたくさん撮るんですよ。でその時にやっぱ大事なのはね、そのシャッターを押してから実際にシャッター切れるまでの、その時間の速さっていうのをすごい重視するんですね。だから私はねかなり無理してでも昔からねなんていうんですか、ハイエンド機、プロ機を買うんですよ。まあ、昔で言うとキャノン F1、 ニュー F1、 現在で言うと EOS1 デジタルですね。で、まあ、EOS1 のフィルムも持ってますけど、押した瞬間にその写真が撮れる、なおかつファインダー視野率が 100% であることを重視して買うわけです。ミラーレス一眼はそのモータースポーツの写真を撮るのに本当にね性能的に足りているのか、まあ実際に使ったことないから分かんないんですけど、まあ、ハイエンド機だったらね相当タイムラグも詰めてきてると思いますけども、やはりねオンタイムっていうのには絶対かなわないと思います。ミラーレス一眼はその見ている映像は絶対にタイムラグがあります。オンタイムにはかないません。そういう意味でね、まあ、撮る写真が風景とかね、そのスナップ写真とかばっかりだったら全然問題はないと思いますけど、その瞬間を追い求める人にミラーレス一眼はどうかなと思いますね。今日はねちょっと何言ってんだって人もねいる動画になると思いますけど、その撮る写真によってミラーレス一眼はどうかなっていう考えでちょっと動画を投稿します。もちろんね反論がある人もいると思うんですよ。ミラーレス一眼ね そこまで性能悪くないと思う人もいるんですけど、オンタイムにはかなわんと思いますよね。でレイサイグラグもね、実際ねシャッターを押してからねセンサーが反応するまでの時間とねミラーアップの時間ってね、ミラーアップの方が早いんですよ実際はね。うんだと思うんで、まあ反論がある人またはそんなことないよって人はぜひミラーレス一眼を買って ね楽しんでいただければと思います。確かにねミラーレス一眼性能が向上してますんで、ほぼほぼ遜色ないものになってきてると思いますけども、稀にシャッターチャンスを逃すことはあると思います。一眼レフカメラね、従来の一眼レフカメラ伊達にねそのカメラのそのなんていうんですか王道を築いて、そうですね半世紀以上になってきてます。性能的にねものすごい熟成されたものになってきてます。それに対してね今パッと出のねミラーレス一眼がかなうとは思いません。まあ50年後は話は違うかもしれないですけどね、うんだと思います。以上です。まあ十分考えてからね、結構高いものなんで買ったらいいと思います。まあ今日はこの辺で、それではまたよろしくお願いします。